越後中里駅は、新潟県南魚沼組湯沢町大和土樽に、ある、東日本旅客鉄道上越線の駅である。駅裏での湯沢中里スノーリゾートに直結している。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、軽2面三線のホームを有する地上駅である。短式ホームに接して駅舎がある。二つのホームは、古戦橋で連絡しており、 その古線橋から駅舎とは別に東口への通路が伸びている。東口は湯沢中里スキー場、中里スキーセンター内に設けられている。1980年地区の駅舎はコンクリート作りの平屋建て。越後湯沢駅管理の無人駅で、駅構内には窓口と友人改札口、観光案内所、化粧室、ボタン式揮移動券売機などがあり。 スキーシーズンの繁忙期にはリフト券の売り場も設けられる。ワンマン運転の列車は当駅までの運行で、当駅は友人駅扱いですべてのドアから乗降可能。以前はホーム上に立ち食いそば屋が出店していたが、現在は撤退している。客車を利用した休憩所は当駅からも見ることができる。西口周辺には郵便局や警察駐在所、 宿泊施設が立地し、魚の川沿いを中心に大型のマンションも立地する。東駅周辺を含む南越後観光バスの路線図越後交通グループの南越後観光バスが運行する。路線バスが東駅周辺を経由する。ありがとうございます。